私の名前はチム・ジョンウ。ミサイルをどんどんぶっ放せ。我が国の恐ろしさを世界中に思い知らせてやるんだ。北の国の最高指導者だ。偉大で慈悲深く髪型のセンスも抜群の私は少年様万歳まるで神になった気分だ。国民の絶大な支持を得ている。しかしここまでの道のりは平坦ではなかった。ラインボールで勝負しようぜ。俺に勝ったら親父に頼んで死刑にするけど。え？学生時代は勉強もせず、ビリヤードやバスケ、卓球、音楽に没頭。やったー、連勝だ。お前意外と弱いな。こんなの本気出せるかよ。とにかく毎日遊び歩いた。しかし母が亡くなり、ショックで何も手につかなくなり、どうしてどうしてだよ。大学も中退、廃人同然の日々を送る。そんなある日、坊ちゃま、これにお着替えください。軍服？なんで？突然軍への の入隊が決まる。それは亡き母の意思だった。母は私の将来を思い、少しは世間で揉まれた方があの子のためになるでしょう。うまく取り計らっておくれ。かしこまりました。軍隊で経験を積ませようと考えたのだ。こうして私は偽名を使い、パクウーです、平壌から来ました、よろしくお願いします。身分を隠し下級兵士として極秘入隊。上官も同僚も私の正体を知らない。今まで何不自由なく恵まれた毎日を送ってきた私にとってみんなせっかちだな。もっとのんびり歩けばいいのに。軍隊での生活は過酷を極める。今でこそどこへ行っても専用のトイレで用を足す私だが、俺も催してきたけどちょっと抵抗あるな。軍隊ではノットを余儀なくされる場面も多々ある。そして訓練も厳しい。まずは腕立て伏せ100回だ。何？ 100 回？そんなの無理。いや、俺は今まで何でも思い通りになってきた男だ。やればできるはず。しかしダメだ、できない。第一お腹の肉が邪魔だ。おい、何のつもりだ。お前だけバランスボールをやってるみたいだな。容赦のない厳格な指導に。もしかして腕立て伏せを知らんのか。さすが都会育ちのひよっこは世間知らずだ。なかなかついていけない。だが名誉挽回のチャンスがやってくる。ある日の昼休み、腹ごなしに軽く取っ組み合いでもしようぜ。しごいてやるよ。バカめ、俺は今まで友達と相撲をして負けたことがないんだ。たまには相撲でもやらないか。俺に勝ったら死刑だけど。私は勝利を確信して組み合ったが、ありゃー、なんで一瞬で投げ飛ばされてしまう。腐敗の私を任すとは、さすが我が国の兵士だ。下っ端の私は先輩たちのパシリもさせられた。はい、小僧。あ、はい。と言ってもジュースを買ってくるなどの生優しいものではない。そろそろうちの部隊も食料が底をつきそうなんだ。なんとかしろや。でもなんとかって。へえ、そんなの決まってんだろ。軍隊の食料事情は常に切迫している。農場から野菜をかっぱらってくるんだよ。ですがそんなことしてもし見つかったら、背に腹は変えられない。何ぬるいこと言ってんだ。見つからないようにうまくやるのが新切りの仕事だろうが。はい。下級兵士の私には拒否権などなかった。将来はこの国のトップに立つはずの自分が。待って、こら、トランプ。よっぴー、見つかった。一体何をやってるのかと情けなくなることもある。その後も上官や先輩からのしごきは続くが、ちんたらしてるとその自慢の腹に風穴開けるぞ。風通しが良くなって動きが機敏になるかもな。それならこっちはお前家にミサイルぶっ込むぞ。なんとか耐え抜く。するとやがて私は出世して砲兵部隊を任されるようになり、砲撃用意、撃て。えらい、また命中だ。さすが隊長、砲術の天才ともてはやされる。現在私が世界に冠たる偉大なリーダーとして君臨できているのは、次のミサイルは EEZ の境界線ギリギリを狙おう。ゾクゾクするな。承知しました。軍隊での厳しい下積みを経験し、高潔な人格を磨き上げたおかげだろう。